大田浩二、大田浩二、大田浩二、1952年1月23日帯は、青森県三沢市出身の元プロ野球選手、投手、野球解説者、スポーツキャスター、日本女子プロ野球機構スーパーバイザー。アメリカ軍人男性と青森市の日本人女性との間に生まれたと言われる。3歳の時、三沢基地の軍属をしていた日本人男性と、 白系ロシア人女性の夫妻の養子となり、一人っ子として育つ。養母に関しては、ラジオ番組の中で、スラブ人ではなく、フランス人の子孫だと明かしている。三沢高校在学中に、野球部のエースとして1968年夏、1969年春、夏と阪神甲子園球場で行われた、選抜高等学校野球大会。 全国高等学校野球選手権大会に3大会連続出場を果たした。特に1969年夏は、東北勢としては、戦後初の決勝進出を果たした。その決勝戦、松山商業戦に2日間の熱闘が行われた。1日目は、三沢は満塁さよならの後期を2回も逃すなどもあり、延長18回、試合時間。 4時間16分を戦い抜いて0から0の引き分けとなった。オーターこの試合を一人で投げ抜いた、投球数262球。松山賞のエース、井上明、後、朝日新聞記者。高校野球担当も一人で232球を投げ抜いている。再試合となった二日目の試合も、全イニングを投げたが、2から4で敗戦。決勝戦、経営27イニング。 準々決勝からの連続45イニングを一人で、投げ抜いた投げも実らず、準優勝に終わった、第51回全国高等学校野球選手権、大会決勝の校も参照。本決ゆえ、薄茶色の髪に色白で端正な顔立ちの美少年で、選抜大会出場後から、女性ファンが、周囲に姿を見せるようになった。さらにこの決勝戦の熱湯も加わり、こうちゃんという愛称で、 女子高生などに絶大な人気を呼んだ。それ以前には特定の高校野球選手に社会現象に近いような形で女性ファンが集まったことはなく、甲子園球児のアイドルの元祖と呼べる存在である。同年のドラフト1位で近鉄バファローズに入団。近鉄球団も指名の挨拶に佐伯木勇オーナー自らが向かうなど最大限の敬意を払って迎えたという。 太田は入団発表のため、青森から大阪まで列車を乗り継いで向かった。近鉄の球団広報担当者は、報道陣に現在地点などを随時報告していたが、その口調が、太田君は、ただいま名古屋にお付きになられましたと、まるで皇族のような扱いであったため、報道陣の仲間内では、しばらくの間太田を、殿下と呼んでいたという。人気は、プロ入り後も全く衰えることはなかった。 開幕1軍メンバーに抜擢されたが、この決定に2軍でみっちり体を作ってから1軍に上がる、つもりだったのに、と当枠。以降もこの状況が続き悩んでいたという。開幕間もない4月19日、藤井寺球場での対ロッテオリオンズ戦で1から1の8回に公式戦初当板。この当板は、試合中の7回にコーチから伝えられたが、これは監督の三原治が、 前日に伝えて眠れなくなったりでもしたら困ると考えてのことだった。八回は三者凡退に抑え、その恨み方が一点を勝ち越したものの、九回に乱れて再び同点に。ところが九回裏に自らの代打に立った木村重志がサヨナラ本塁打を放ち、ラッキーな初勝利を手にした。プロ入り初年のからまではファン投票1位を獲得して、 オールスターゲームへの出場を果たす。特筆すべきは、初年の1970年のオールスターゲームでの3試合連続リリーフ、当番である。一軍で、ほとんど実績がない、前半戦を終えて、上記の一生のみにもかかわらず、球場やテレビで観戦する大田のファンに配慮して、出さざるを得ず、前波監督の西本幸を、当時阪急ブレーブスは、かに被害を少なくする確信したという。 一試合目こそ、ワンアウトしか取れずに連打を浴びて降板したものの、二試合目は一イニングを三者凡退で、抑え、三試合目はワンポイントリリーフとして、阪神タイガースの田淵光一を抑えた。この三試合を機に、プロとしての実力も徐々につき始める。三年目の1972年のオールスター第三戦で、読売ジャイアンツの長島茂を、大貞春を打ち取ったことが、 プロ野球人生のターニングポイントだったと後に語っている。2は6勝を挙げる。この年のオールスターゲームでは入団以来のファン投票1位が途切れたが、前波監督の西本幸男が監督推薦で選出。大田はやっと一人前のプロ野球選手になれたと喜んだ。からは西本が近鉄の監督に就任。主力、若手を区別なく鍛える西本に、 人気先行に悩んでいた大田は、ほっとしたという。そのシーズンに、念願の二桁勝利、十勝を挙げる。二は、自己最多となる十二勝を挙げた。二も十勝を挙げている。二は七勝を挙げて、球団初のリーグ優勝に貢献。ただし日本シリーズでの当番はなかった。翌のリーグ優勝には、数字の上で貢献はできなかったが、日本シリーズでの当番を経験した。 その後は十分な成績を上げられず、には読売ジャイアンツへ、金銭トレードで移籍、さらにには阪神タイガースへ、鈴木博之との交換トレードで移籍したが、両球団での一軍登板はなく、1984年シーズン終了後に現役を引退した。1985年から毎日放送の野球解説者やスポーツキャスターとして活躍。特に、 MBS ラジオでは、解説業の傍たら、1985年4月から2009年3月まで、平日夕方のプロ野球速報、スポーツ情報番組でキャスターを担当。担当期間中は、高校野球関係の特集記事、番組を除いて、近畿広域圏以外での露出度は低かった。また、無類のゴルフ好きとしても有名、アマチュアトーナメントなどへの出場で、 前述の生放送番組を休むことが時折あった。2005年には日本アマチュア選手権7月5日から鳥取県大戦ゴルクラブで開催に出場したが1打差の43位で決勝に進めなかった。2009年8月17日には新たに発足した日本女子プロ野球機構のスーパーバイザーに就任。MBS ラジオでの活動を ほぼ解説業に絞る一方で2010年に開幕した女子プロ野球の運営、広報活動に軽和でいる。2009年12月21日に開催された同期校の第1回ドラフト会議や女子プロ野球の公式戦では自ら進行役を担当。毎日放送以外の放送局でも女子プロ野球の公式戦を中継する場合にスーパーバイザーの立場で 解説役を務める。また、女子プロ野球機構参加チームの監督が、公式戦に臨めない場合に、代理監督として、チームの指揮を取ることもある。2017年6月28日には、青森県出身の野球関係者を代表して、遥か夢球場、広崎市運動公園野球場で催された東北楽天ゴールデンイーグルス対オリックスバファローズ戦。 同県内で29年振りの PB1、軍公式戦の始球式に登場。楽天の一軍監督としてこの試合に臨んだ、近鉄時代のチームメイト、保守、梨しが正さを相手に、チェンジアップによるノーバウンド投球を披露してから、TBC、東北放送制作、青森テレビとの総合ネットによる試合中継で、特別に解説を務めた。ちなみに二人は、 近鉄の現役選手だった1974年にも5月11日に青森県営球場での対日本ハムファイター戦ダブルヘッダー第1試合でバッテリーを組んでいる2018年夏の第100回全国高等学校野球選手権記念大会でも100年の歴史を彩った元高校球児を代表して三沢高3年時の選手権大会決勝で 相対した松山賞 OB の井上明と共に8月21日の決勝戦直前でレジェンド始球式を務めていた。上記の通り、甲子園のアイドルとして近鉄入団後数年間は女性を中心に高い人気を誇った。それに関する以下のような話がある。北国の青森県出身であった大田は兵庫の夏の暑さにやられ、 夏バテと共に水虫を発症したことが、大田の活躍を妨げた一因という話がある。反面、寒さには強いのか、冬でも、半袖で過ごす。出演番組でも、そのことがよく話題になる。若手時代までコメントに、東北なまりが残っていたが、その後関西で長く生活してきたこともあって、現在では、関西弁にすっかり馴染んでいる。 MBS ラジオで放送される番組や CM でも関西弁を交えたトークやセリフが多い。特に近年では、同局の生放送番組へ出演するたびに、芸人よりよく喋る、字本を挟まないと話が終わらない共演者に、言われるほど多弁な一面を披露している。現役時代の後年には、羽び野の市に自宅を建てた上で、両親を三沢から呼び寄せて同居。そのため、 一人っ子でありながら、両親を扶養する関係で、長らく独身を通していた。1992年のプロ野球開幕前には、もし阪神が今年優勝したら、結婚すると宣言。しかも、阪神が同年に最後までヤクルトと激しい優勝争いを演じたため、結婚の話が現実味を帯びた。しかし、阪神が結局2位に終わったため、 宣言の実行は幻に終わった。44歳の時に自身の講演会会長の娘と結婚。その後は3人の実施を授かるとともに兵庫県宝塚市で暮らしている。長女は宝塚歌劇団の第百期生2014年入団で月組の娘役を務める木順林。宿川学院中学校高等学校を卒業してから、 2012年に宝塚音楽学校へ入学するまで音楽学校への受験を4度経験していた。長男はボーイズリーグの地元チーム、宝塚シニアを経て、福知山整備高等学校の公式野球部で投手として活躍。2013年の第95回全国高等学校野球選手権大会では、首相として同部を京都大会での優勝に導くとともに、 父に続いて、全国大会でのベンチ登録を果たした。全国大会では、選手として出場できずに、初戦で敗退したが、2014年1月10日には、京都府内の高校球児からただ一人、日本学生野球協会の平成25年度表彰選手に選出。美和子整形スポーツ大学への進学後もプレーを続けていた。次男も宝塚シニアを経て、 2018年の夏まで、三戸松聖光等学校の公式野球部で投手としてプレー。大田は解説者などの活動と並行しながら宝塚シニアの技術アドバイザーを務めている。以下の CM はいずれも MBS ラジオのみで放送。現役時代のイメージから一転してコミカルな内容になることが多い。いずれも近鉄バファローズ時代、同球団の選手としては、 異例の抜擢であった。毎日放送以外の放送局でも、高校野球関連の特集番組を制作する場合に、インタビューなどで登場することが多い。いずれも MBS ラジオの番組 BR 第51回全国高等学校野球選手権、大会決勝での連投をテーマにした楽曲が発表されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。